FC の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。 C の代表の篠崎ドエス。さて、昨日は千葉県のとあるサロンでカウンセリングセミナーをさせていただきました。本当にオファーをいただきましたサロン様、ありがとうございます。そして、協力していただいている中野製薬の皆様、大変感謝しております。ありがとうございます。篠崎使ってください。もう楽しいセミナーいっぱいやりたいと思います。昨日もね、カウンセリングセミナーを始めて4回目かな5回目かなっていう感じで、その間にね、中野の担当の方もずっと僕のセミナー聞いていただいてて、まあ、改善点とかをちょっとこう話したりとか、資料を直したりとかしながら、今日ちょっとこう、まあ、なんていうんですかね、ある程度完成、昨日か、完成しつつあるぞっていう状況でさせていただいたんですけれども、楽しめましたでしょうか。僕はですね、セミナーが堅苦しいっていうのも本当大嫌いで、やっぱりこう参もうめんどくさいんだけど、参加型、それからこう笑える楽しいセミナーにしたいっていつも思っていて、でカウンセリングセミナーってこうなんか何伝えていいのかって僕も最初すごく迷ったんだけど、今ねカウンセリングセミナーで伝えてることっていうのは、カウンセリングのマニュアル化っていうのをまず、進めてるんですよね。っていうのはですね、なんかなんとなくこう先輩の話聞いて、今日どういうふうにしますとかつって、なんとなくカウンセリングできちゃってるけど、やっちゃってるっていう感じじゃないですか。それだとやっぱりお客様の心をつかみづらいし、売上も上げづらいし、再来率も上がらないだろうっていうことで、まずはどういった形であれマニュアル化しましょう。でそのマニュアル化の、まあ例として、まあ、こういったやり方があるよっていうのを、まあ、提示させていただいて、じゃあこれに当てはめてやろうよということをまずセミナー内では言っています。でその中でですね、昨日ですね、カウンセリングを実際に、そこのスタッフにですねしていただいた時に、まあ、その時にちゃんと伝えたんですけども、僕が一番気になる、最近の傾向ですよ、傾向として気になるっていうのが、美容師主導型のカウンセリングをしていないということなんですよね。逆です。お客様主導型のカウンセリングをしているっていうことが気になるんですよ。どういうことかっていうと、気になるところが、まあ、簡単に言うとですよ、気になるところがありますかって聞く、美容師側から聞く、気になるところありますかっていう感じなんですよ。じゃなくて、ここがこうなんで気になりませんかって聞くことが大事なんですね。で、なぜそれが大事かっていうと、2つあって、その、1つはですね、分かってくれる。あ、この人分かってくれてんじゃん。っていうところと、それとか、そうなんですよっていう共有ですね。理解と共有。これが得られるから、見た感じで、こうなってここってこうなるからこうなりますよね、そうなんですよって、ここ解決したいですよねっていう話を美容師側からしていくっていうことなんですね。で、そういうふうに言った時に、お任せスタンスのお客様が増えてくるんですよ。そうするとやっぱり仕事も早いし、楽だし、もっと言えば僕らちゃんと勉強してればお任せで切っていただいた方がかっこいいスタイルができるはずなんですね。だから、テーマとしては美容師主導型のカウンセリングに徐々に変えていくと。でこのためにはですね、やはりホットペッパー、まあホットペッパーね、まあホットペッパーなんですけど、ホットペッパーのね、こう部屋型とかあるじゃないですか、あれとか見てディスカッションするといいと思います。スタッフ間で、このスタイルいいよねとか、このスタイルダメだよねって、別にそこでダメ出ししたりとかすることが悪いことじゃないじゃないですか。でこのスタイル何がダメなのって、これがこうでこうだからやっぱちょっとこう良くないと思いますとか、あなるほどねって、確かにバランス悪いねとか、そういうこうディスカッションをするべきですね。でやっぱりうまい、サロンワーク、サロンスタイルがうまい美容師のスタイルをたくさん見たりとかしてするってことと、それからスタッフがある程度いるサロンであれば、この子の場合はこういうふうにしたら似合うよねっていうところをですね、やっぱりこうシミュレートして、まあ、カウンセリングの勉強じゃないんだけど、そういうのをやっていくっていう、まあ、朝礼で組み込むこともできますよね。朝礼で今日のいいとこ悪いことところを髪型で言ってみたりとか、まあ、なかなかけなすっていうのはダメですよ。
ちょっとこうもっとこうにした方がいいと思いますとかっていう話とか、今日はこれがこうですごく似合ってると思いますとかっていう話をしながら、似合うスタイルとかっていうところをバランス感覚を養うっていうことかな、大切なのは。でバランス感覚を養ってくるとセットとかそういったのもすごくバランスよくなるので得意になってくるんですよね。いいことしかないんですよ。もうとにかくやるってことなんですよね。テーマとしてはお客様主導型のカウンセリングではなくて美容師主導型のカウンセリングに変えていく。髪質骨格とかに対して、指摘して信頼されて共有するっていうここの作業ですね。ここの作業さえ、してもらえばとてもいいと思うんですね。で最後のですね、セミナー終わりで約2時間のセミナーで1時間ちょっとぐらいはそのマニュアル化とかそのマニュアルするためにはどういうふうにしたらいいのかっていう話をして、で残りの 40分ぐらいだったと思うんですけど、ディスカッションしながらその都度その都度こうアドバイスしながらっていう感じで、まあ、やったんですけどすごく良かったと思うんですよ、セミナーの内容的には。でですね、その中で質疑応答でねあった質問がですね、ああなるほどなと思うことがですねあったんですね。でそんなに安いカット料金ではない店なんですよ。でその安いカット料金ではないのに、今日どうしますかっていう話をした時に、あもう何でもいいよって言われるって、でお前何でもいいんだったら1000円カット行けよみたいな感じに思ってしまうんですよねっていう話をされてたんですね。で僕はその時に何て答えかかったかっていうと、お任せだから自分の好きなスタイルにすればいいじゃんっていう、でそれを楽しめばいいじゃんっていう話をしたんですけど、まあそれと同じようなことなんですよ、なんですけど、じゃあ前回と同じですっていう、前と同じですって、でしかもそのご指名がないとか、それからですねホットペッパーから新規で来た人が前回2ヶ月前なんですけど伸びたぐらい分ぐらいでいいですとかいう感じで言われたとするじゃないですか。これってどうやって対応したらいいのかっていうことなんですよね。例えばですけど美容師って前回と同じでいいですって言って、その前回誰がやったか分かんない、どこのサロンでやったか分からないみたいな感じでも、まあカラーの伸びてる感じとかそれから切ってる期間とか聞けば、ああだいたいこの回で切ったんだなっていうのは分かるじゃないですか。前回はまあ1パターン目としては、前回はだいたい2ヶ月ぐらい前なんで、このくらいの感じのこういう感じにカットされてますよねって、あそうですって、じゃあそういう感じでいきましょうかって言ってそのまま やれば何もなんていうんですか、トラブルも起こらないし、流れ的にはそれが正解なのかもしれないじゃないですか。だってお客さんが求めてることが前回と一緒なんだから。それでそのままやってて、その方がご指名でその方に返ってくる可能性ってどうですか？どのくらいだと思います？僕はですけど、僕は今までの経験上、多分これを見てる、C の公式 YouTube チャンネルを見ている方はかなり世代が若いので、僕の方がありがたいことに経験が長いと思うんですよ。でいろんな美容師見てきたし、いろんな売り上げ上げてる美容師も見てきたけれど、あじゃあこのくらいでやってみましょうかって言って、じゃあその前回お客さんに言われた通り前回と同じぐらいに切りましたっていうところで終わっていて、売り上げをかなり上げてるっていう描写は僕は残念ながら見たことがないです。例えばだけど、それでもいいと思うけど、やっぱり一言二言、一癖二癖って言ったら変ですけど、例えば前回この回でカットしましたよねって、じゃあその回でいきましょうか、でも何々さんの場合、例えばですけどここがこうなんで、こういうふうにするともっといいと思いますよっていうプラスワンの提案をするってことが大事だと思うんですね。もうごく単純に言えばですけど、単純なボブが2ヶ月伸びて、顎のボブが2ヶ月伸びて肩に触りましたと、でレイヤーも何も入ってない、もう本当にワンレングスのボブで来て、前回こういう感じで、顎ぐらいのボブで切ってると思うんですけども、そういう感じでいいですかつって、あいいですつって、それで大体伸びた分ぐらいなんで、あいいです、根元のカラー伸びた分ぐらい直しましょうかつって、色気になります、気にならないです、じゃあ根元直しましょう、はい行きましょうってやるわけでしょ。前回こう段が入ってないボブでカットされてるんですけど、例えば自分で巻いたりします、その時に、巻くとシルエットがこういう感じになるじゃないですか。これが俗に A ラインっていうラインなんですけど、
例えばもうちょっと丸さ出したいなと思うと、これでほんのちょっと今こうなってるけどちょっとこうなるように少しグラデーションっていうのを入れるともっと柔らかくなると思うんですけども、ちょっとチャレンジしてみませんかとか、ただそんだけです。でね、こんだけのグラデーションが入ってトラブルならないでしょ。なるなったらごめんなさい、僕はならないと思ってるんですよ。でそうすると後ろもバチンとこう切られてるワンレンじゃなくて、ちょっとこういう風に角度がついたことによって柔らかくなるじゃないですか、ラインが。例えばその最後ね、ストレートアイロンとかでこうシュシュシュって丸くして、どうですかつって下ちょっと締まったじゃないですか。これだけでもね、すごく印象違うし柔らかい印象になるんですよって。で段入れたり入れなかったり、例えばもっとすっきりしたければ、上からポーンって落として前髪のところで切ったりとかすると段がポーンって入るんで、夏とかすっきりしたスタイルが良ければそういうのもすごくいいですよって。それからやっぱり美容師的にはこうパーマですね、この辺が動くようにパーマかけてあげたりとかするのもいいしって言って、最後こうプラスワンの提案、次回提案を差し上げてお返しするっていうのが大事だと思うんですよ。でそういうことをされないから、まあホットペッパーでね、こういろんなサロンを普通に別に気に入らないわけじゃないのにいろんなサロンに行くっていう、まあそれが楽しみっていう人もいるけどね、あの食事をいろんな店でするのと同じで。だけどやっぱりうちらの願いとしては、やっぱりせっかく新規で来ていただいたりとかしたら顧客にする、自分のご指名にするっていうのがやっぱり自分の仕事が成功することであり、やっぱりそのままじゃあそれで行きましょうねって言って終わりにしちゃうと、ほとんどの場合には別に嫌なことがなくても再来するチャンスはすごく少ないと思います。だから昨日の千葉のサロンの方、この2つ気をつけてください。美容師主導型のカウンセリングをする、それから、そのままで返さない、プラスワンの提案を必ずする、プラスワンの提案、もしくはそのままその日はそのまま言われた通りに やるかもしれないけど、プラスワンの提案をした、アフターカウンセリング、次回提案をしてお返しするっていうところの2つ、ここをですね気をつけてもらうと、そのマニュアル化とかいろいろ言ったけど、あれはね自分のやり方はなかなか変えられないかもしれない、だけどその中で何かしらあのこれを 言わなきゃいけないっていうワードを言ったじゃないですか、秘密のワードを、あのこれは SNS 流しちゃダメですよって言った、美容師主導型のカウンセリングを確立するっていうこと、それから、プラスワンの提案、プラスワンの次回提案をして、なるほどそういうのもあるんだ、ね、じゃあやってもらいたいな次回みたいなことを思ってもらうっていう、この2つ、この2つに集中して、サロンワークに取り組んでいただいたら必ず結果が出ると思います。もう素晴らしいオーナーさんじゃないですか。僕ね、ああいうオーナーさん素晴らしいと思うんですよね。その自主性、スタッフの自主性を尊重するようなね、本当に素晴らしい方で、で、僕からの次回提案としては時短カット一緒に勉強しませんか。ウィッグ2体ぐらい用意してもらえれば、時短カットについて話しながらコツを言いながら、早くその形を作るコツみたいなのをあのお伝えするセミナーができると思うんですよ。でこれねめちゃくちゃ楽しいっすよ。めちゃくちゃ楽しいので、まあ、僕もみんなと一緒に勉強したいってこともあるんですけど、まあ、ぜひ、オファーをいただいたらと思います。それでは、今日朝なんですけど、もう会社に行く時間でございます。では行ってまいります。ご視聴ありがとうございました。セミナーを待ってます。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。